ハウツーマ、うまい、うまい。今天的来宾是两位女性音乐艺人。多くの女性ファンの人たちも、もうとても支持されているお二人をお呼びしております。クリエイターです。 DJ、シンガーソングライター、音楽プロデューサー、ラジオ DJ、レーベルオーナーなどいろいろやらせていただいてます。歌手、创作者，我最近在拍戏，所以可能算是 刚开始的一个演员，大部分是这样。ドキドキですね。長期滞在で言うと、まあ、東京、ソウル、まあ、今福岡住んでるんですけど、1、2ヶ月とかショートステイでニューヨークにちょびっといました。我大部分的時間都在台湾、住在台北、然后我前几年在纽约待了 4、5年、就两个地方而已。那个是不是应该是一种念书嘛，对不对？对，去念书。まあ、真面目なんですけど、一個抜けてるとこがあって、おちょこちょいですね。常常有人说我看起来很有自信，但是我总是那个想很多，然后很在意一些有的没的的细节的人，有时候个性有点冲动。啊，是吗？嗯，有时候，但是我觉得我现在有越来越好了。基本はインドア派なんですけど、やっぱり仕事柄いろんなところにツアーで行かせてもらうので、まあ、そういった機会があるときはその地域をすごく楽しみたいので、まあ、ホテルの周り散策したりですとか、まあ、ご当地グルメを探しに行ったりとかはしますね。わー、我应该是 outdoor 派的、就是以前我都会、没有疫情的时候、我每天只要有一天没出门，我就觉得好像今天没有做到任何事的感觉，所以我就会至少都会出去走一走，或者是我必须出去做的办事情啊，至少去便利商店我也觉得 OK。但现在疫情来了，我就是练习都在家里，最近也蛮喜欢待在家的，因为开始煮菜啊，然后整理家里、布置家里，感觉也蛮好的。幼い頃実家で猫を飼ってたんで、猫がすごく好きだったんですけど、でも今は一人暮らし始めてから結構周りが
ワンちゃん持ってる友達が多いので、だんだんワンちゃんにこう乗り換えようとしてます。一緒に散歩行けるのがいいなって思ったんですよね。我鼻子过敏非常的严重，所以我从小到大没有养过猫，也没有养过狗。但是依照我看 Instagram video 的状况，我应该是看猫多于狗比较多，就是可爱的影片。但是如果真的有一天我需要养宠物的话，或许我会养狗吧。为什么？因为我怕猫就是太酷了不理我。所以我会想要养狗。啊，いや、かまってくれなかったんですよ。猫飼ってた時。台北の方に2回行ったことがあります。で、1回目は昔バンドをやってたんですよ、私。で、そのバンドのツアーみたいなので、台北のレボルバーっていうちっちゃい箱があるんですけど、ライブをさせていただいたことがあります。でもう一回は2019年に台北ファッションウィークの時にDJ をしに日本のチームと一緒に何人かで行かせてもらって、人が本当に優しいっていうか緩いっていうか、なんて言うんですかね、独特な雰囲気がありますよね。で、特に男性の方がものすごく紳士だなっていう印象があります。你会觉得这样的吗？觉得吗？台湾人啊，我觉得好像大家都说台湾男生比较温柔体贴一点。我想应该有吧，我也不太知道。因为我觉得 这件事情有趣的地方，可能是因为台湾有一些原住民是母系社会，大男人的东西，然后也有母系社会，所以我觉得还算平等，感觉男生也蛮体贴的，我想可能是因为这个原因。今いろんな国行きましたけど、一番優しいっていうイメージがありますね。啊，太棒了，耶！今台湾の男子ファンがきっとヨンヨンさんに拍手を送っているありがとうございます。我去过，但我也是只有去过东京，目前去过三次。第一次是2017年，我就是去 Fuji Rock 看表演，然后2018也是去 Fuji Rock， 反正我就是 很喜欢这个音乐节。2019是为了表演，自己的演出而过去的。对我来说还是一个很梦幻的城市，因为从小到大就是看很多，不管是偶像剧啊，不管是听 J-pop 的音乐啊，然后有好多东西可以去逛街啊，109百货啊。只是我记得我上次去109百货的时候，它现在跟以前想象不太一样，因为小时候看的时候可能是有很多109辣妹或是日本 的品牌，但是现在比较喜欢韩国的衣服，所以那里卖比较多韩国类型的衣服。你说的那个辣妹是应该是昂色辣妹会的那个时代吗？应该是，对对对 ，Pop Team Pop Team 109，中国語だと109って言うんですけど、この109の後に台湾人がよく言うのは、台湾人ちゃんちゃんしょ109ラーメン、109のギャルっていうのがこうセットなんですね、ミックス第1代から、どうぞ。と、もう今時代が違うから、K-POP とか好きそうな韓国でなんか韓国メイクみたいなのが結構多くて、なんか雰囲気違うって思ったって言うんです。109ってそのビル の細長いところに広告がいつも打たれてるんですけど、 K-POP アイドルの広告ばっかりですね最近。あー、いや、上次有看到。音楽自体を誰かに影響を受けて始めたわけではなくて、こう環境が私をそこに運んでくれたみたいな感じなので、なんか特にこの人に影響を受けましたっていうのは正直ないんですね。ただ初めて自分のお金で買ったカセットテープはボアちゃんでした。あ、ボアちゃん、はい。
バレンティーのボアちゃんですね。あ、そう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 、はい、日本語と韓国語両方歌えるのかっこいいなって思ってたから、自分も今も今そういう風に歌ってるのはもしかしたらそこに原点があるのかもしれないなって思ってます。我有小时候有很多台湾的偶像我很喜欢，但是如果要说真的影响我很多 的 artist 的话，应该就是 Erykah Badu。 Erykah Badu 是一个是美国 的 Neo Soul 的一个很重要的表演者。啊，好きそう。そう好きそう。嗯，看得出来，我们看得出来。嗯。他会影响我，可能是因为我看了他的 live 演出，觉得很对我来说很惊讶，因为他在表现自己的主张的那种感觉，所以也是因为看到他的演出，我才更想要让自己的 live 演出变得更好，然后做音乐这样。間違いないですね。レジェンドなので。レジェンド、对，绝对レジェンド的感觉。Yeah. 自己个人推荐喜爱的甜点ということで、おすすめスイーツをご用意していただきました。今天要吃的是芋头蛋糕。哦、Taro です。タロケーキです。タロイモのタロです。在日本有吗？在日本有タロケーキの。タロケーキって何ですか？タロケーキって何ですかっていうぐらい日本では有名じゃないんですよね。タロイモっていうパープルのなんか芋頭は、对不对？そう、对。紫色した芋なんですけど、クリームと一緒にするこんな感じの色なんですけど、台湾のスイーツとかは結構この、中国語で芋頭っていうんですけど、タロが入ってるんです、結構。へぇー。タロミルクとか、芋頭の女の子とかね。うん。芋頭タロとか、あと、なんだろうな。豆花って聞いたことあります？豆乳可以豆花或是粥粥也可以粥也可以あとは甜的おかゆおかゆにも入れたりします。え是甜的啊咸的但是也有一个甜点叫做西米露就是有放粉圆类型的那个小小的吗小小的那个对对对对对然后也可以放芋头，那就会是咸的，所以也可以做咸的，也甜的可以做咸的的。芋がとても好きなんで、すごく興味があります。タロ？タロ、タロ、タロ。タロはちょっとディグりますね。すごい興味あります。食レポ。うん。美味しそう。美味しい。美味しいってなんて言うんですか？中国語だと、好吃。好吃。好吃。そうです。で、今、ヨーヨーさんは、ババさんに、好吃吗？って言うと、美味しいですか？クエスチョンになるんですね。はい、好吃吗？うまい。うまい。いただきました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。私は今日は、プリンを持ってきました。プリン夏仕立てなんでカスタードプリンにオレンジペーストが入っててでかつそのプリン の白い部分のなんていうんですかねところがもうちょっとミルク感がアップしたなんかすっきりとした仕立てになったプリンを持ってきました。はいじゃあどうぞいっちゃってください。そう普通の味は食べたことあるんですけどこの夏バージョンは今日初めて食べるのでちょっとドキドキします。第一次吃夏天限定的夏季限定的プルプルちょっと緊張します。いただきます。うんオレンジオレンジ香りがオレンジですね。あ、香味是很那个很有机子的那个香味。すごいオレンジで爽やかな香りがするんですけど、この下のキャラメルペースト？キャラメルソースか。キャラメルソースがめちゃくちゃ味が濃いので、なんか不思議な感じ、あっさりなんかさっぱりした味と甘い味がこう混ざって美味しいです。うん。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。
あの食べながら今日あの YouTube やっていいんで、イベントやっていいよ。いや食レポやったことなくて。そうなんです。お二人とも1回目初めて、ディー初めて。初めて、初。ありがとうございます。いただきました、シェシェ。続きまして、次社来。カバンの中身を紹介。Dance with me.写落日飞车就是 sunset roller coaster、买菜的时候我会写下来我要买什么。リュック、白いヘッドホンが入ってるんですけど、あざす。